サイクルスポーツチャンネルへようこそ。今回は注目のチェーンルブとしてこちらエクスルブを紹介します。エクスルブは日本のブランドでエンジンオイル添加剤を製造する企業が開発し、工業計測制御システムの設計開発を手掛ける企業が商品企画と販売を展開するチェーンルブブランドです。ニセコクラシック優勝のホビーレーサー田崎智康さんなど競合レーサーへのサポートも行っています。製品の特徴としては被膜効果が長時間持続することです。金属修道部の長寿命化やメンテナンスコストの軽減に貢献します。環境に優しい塩素フリーで塩素系を超える潤滑効果を持っているということです。また高い修道抵抗低減効果と振動騒音抑制効果もあるということです。こちら原液タイプなんですけども、中身見てください。結構ですね、黒くてこうドロッとした感じで、粘性が高いタイプのチェーンルブになってますね。ではですね、実際刺してみたいと思います。はい、やっぱり結構こう粘度が高い感じがしますね。香りなんですがほとんどしないという感じです。無臭に近いですね。価格とラインナップですが、リキッドタイプで 20ml、50ml、60ml の3種類、それぞれ800円、1600円、2300円の税抜きとなっています。スプレータイプは 80ml と 420ml の2つ、それぞれ1300円、3500円の税抜きとなっています。ご視聴ありがとうございました。サイクルスポーツチャンネルでは話題の製品をどんどん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。また関連動画もぜひご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。